ピストルの音とともに華やかに幕を開けた大阪国際女子マラソンに懐かしい顔が帰ってきました。カトリン・ドーレがようやくここでトップを奪いました。 34.5 キロ地点であります。現在ゼッケン1番カトリン・ドーレ首位、そして第2位が有森裕子、2回目のマラソン、首のあたり、そして顔のあたりを拭いました。そしてちらっと今後ろを振り向きましたが、おっとそのスポンジを有森に渡そうとしましたが、有森がそれを受け取りまして、これでまた鼻のあたりを拭いました。依然としてドーレと有森のデッドヒートが続いております。第3回大会の優勝者、このカトリン・ドーレがこの大阪で2度目の優勝を飾ろうと今スパートをかけました。有森裕子との差が約6メートルから7メートルと開いております。そうですね、今カトリン・ドーレがゴールにあと30メートルとなりました。カトリン・ドーレ大阪2度目の優勝であります。そして有森裕子頑張ります。27分台でいけるかどうか、あと30メートルにかかりました。28分です。しかし日本最高記録小島の2時間29分23秒を破りました。やったぞというリクルートのこの有森の表情をご覧いただきましょう。頑張りました。なんか不思議な気持ちです。本当にありがとうございました。なんか2度目がすごく難しいと言われたんですけれども、そのジンクスをぜひ破りたかったので、ジンクス破りの有森で行きたかったです。